高柳健一は日本のフリーアナウンサー。東京都出身。オフィスラダーズ所属。ボイスワークス講師。朝日放送ワウワウの元アナウンサー。アナウンス学校の元代表取締役でもあった。立教大学卒業後、朝日放送に入社。夏の甲子園やプロ野球をはじめとするスポーツ中継で活躍。1991年。 日本衛星放送会局にあたり移籍。ボクシング、リングス、UFC などの格闘技を中心に、テニス等のスポーツ実況を幅広く担当。また、レールウェイストーリーのナレーターも担当している。1998年4月にフリーとなった。以降も、ワウワウを中心に実況アナウンサーとして活動している。最近では、フルマラソンを完走するなど、走って、 喋れる鉄人アナウンサーの異名を持つ。2008年9月、前代表、永井ジョージの死去に伴い、東京アナウンスセミナー代表取締役に就任する。なお、新会社への暫定期間の代表だったため、2009年2月1日に発足した株式会社ジェータスに合わせ1月31日に退陣している。ありがとうございます。